さくらまなです。25歳です。18歳の時から始めたのでちょうど今7年目になりますね。月に1本しかリリースしないんですけど100本いってるかなぐらいですかね。やっぱり一回 AV 女優になるともうその AV 女優っていう肩書きはもう一生消せないじゃないですか。ただの好奇心だけだと痛い目に遭う。本は書き始めたのは 3,4 年くらい前からで、小説は今2冊出てて、エッセイとか含めると5冊くらいになる。仕事が終わって家に帰ってからずっと書いたりとかしてます。よく読む本は結構桜庭和樹さんとか、あと村上春樹さんとか。1冊目が最低っていうタイトルで、内容は4人 の, AV 女優さん、まあ、AV 女優、恋愛、家族、性、まあ、そういうキーワードで構成されてるんですけど、この作品が映画になるって結構意外だったんですよ。去年の10月ぐらいですかね、コンペティション部門にノミネートされて。綾乃は AV 女優になりたいと思ってる結構若い女の子。やっぱり母親に仕事のことを理解してもらえないっていう悩みを抱く主人公。もうそんな仕事やめなさい。無理。3人目の美穂は人妻なんですね。夫とのセックスレスに不満があって、でも旦那はなんかその AV を見てたりだとか、私って何なの、なんで自分は性的な対象として見てくれないんだろうっていう、セックスレスの解決方法を探ってた時に AV 女優っていう道を見つけてしまった。で4人目の綾子は母親が AV 女優だったんですよね。やっぱり学校の男の子から母親 AV 女優らしいよみたいなことを言われて嫌な思いをすると。やっぱり AV 女優の女の子たちも絶対その後結婚したり出産したりしてる子は本当に多くて、どういう風に生きていくんだろうっていうことはすごく私自身もよく考えているテーマだったので、どの女性にも少しずつやっぱり当てはまることはあるので。戻るなんてことできるわけないでしょ。そういう仕事してんだよ私。すごく良かったって言ってくださる方もいましたけど、なんかもっと AV 女優の闇を見たかったっていう人もいたんですね。やっぱりこの業界ってすごく大変なので、年間でデビューする AV 女優さんが1万人ぐらいいるって前聞いたことがあって、やっぱり 1,2 年で辞めてしまう子が多くて、もう3年から5年ぐらいやってるとすごく長いっていう風に言われてて、やっぱり AV に出るっていうのは人前で裸を晒す、セックスを見せるっていうことなので、なんか気持ち悪いって多分思うんだと思うんですね。絶対男性は AV 女優やってた彼女って嫌だと思うんですね。なんかそれはもう重々承知なので、なんか私はこの仕事をした瞬間からあんまり恋人に対しては期待はしなくなりましたね。こういう風に愛してもらいたいとか、こういう人に好きになってもらいたいとか、そういうのもあんまりなくて、自分で選んだ限りやりきってしまいたいなって強く思ったんで、本当に覚悟だったと思います。だから